ポケットモンスターダイエットリバウンドにありがちなこと。ダイエットの方では料理用の食材が鶏ささみや卵白身しか買えない。カビゴンが痩せる。低体重しか出ないダイエット版とデブポケしか出ないリバウンド版。体力半減して素早さを最大にする技ダイエットと素早さを最低にして体力を全回復する技リバウンドが登場。リバウンドは DLC なのでダイエットを買わないと遊べない。通信交換が脂肪吸引器みたいなもので行われるので、怖い。ファットダンとスリムダンが出てきてめちゃくちゃ争うけど、標準体重が一番だよねとなーなーで落ち着く。博士が美容外科畑。オカルトマニアがデトックス系列の本当に関わらない方がいいオカルトに手を染めている。努力値栄養ドリンクの名前が楽痩せドリンクみたいなうさんくさい名前になってる。どっちのバージョンも終盤になるにつれ不健康度が増すので、ちょっと見てられない。ジムがちゃんとジムやってる。けど格闘ジムしかいまいち信用しきれない。バージョンによって草むすびの扱いが違いすぎる。空を飛ぶタクシーを使うと罵倒される。何でも直しで治らない些細な状態異常が増えていく。最初に取ったジムバッジの表記に、体脂肪率20までのポケモンが言うことを聞いてくれるとあり、もうこの先を想像すると進められない。なんだかんだありつつ結局は、精神力持ちがトップメタ張ってる。ランクマ上位にいるポケモンのことを、トップメタボと呼ぶ。悪の組織いくら食べてもダイエット不要で太らない。四天王の石ちゃん、HIRO、三平、小錦。チャンピオンは大鶴肥満か、青木楽園のような地方ですね。ストーリーが進むにつれて徐々に、ダイエット版、痩せていく。リバウンド版、太っていく。主人公のお母さん。どっち版の主人公も進行とともに健康状態が悪化してシナリオ折り返しあたりから光線素振りみたいに顔肉まで来てそう。枯れ木のようにやつれていくダイエットバー。足先の感覚がなくなっていくリバウンドバー。個人的にリバウンド版の症状のが怖い。最終的にダイエット版は一本の線。リバウンド版は完全な玉を相手にすることになる。パッケージがセントマルオンリーとか攻めてんなゲーフリ。ヒューンアイスはさすがに問題ないですっていうトレーナーがいる。序盤にポケモンリーグを塞ぐ番人がいるけど、多分力ずくで通れる。UBやパラドックスの要領でデブポケモンとガリポケモンが出てくる。特性軽技の新ポケ。進化すると特性熱い脂肪になる。何か食べる前にカロリーをママや博士等がポップアップウィンドウが出て忠告してくれる。ポケモンに食事するシステムで体重も変えられるようになる。第92世代がこれで次回作はポケットモンスター玄関裏には。オーリム AI はこれ以上太るつもりはない。